素晴らしい。これ見えるってすげえ格好だよな。武器を取ると、もうこれインナーが見えてるもんね。すげえな。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、ミスです。今の装備はですね、こんな感じです。ガラダーザラの装備を揃えてまいりまして、こんな装備になりました。で、発動スキルはマヒムコミミセン捕獲達人ということで、まあちょっとこのミミセンが今回役に立つかどうかは分かりませんが、相手がフルフルなのでどうだろうなっていう感じです。で、武器はコイルドネイルという、ですね、まあガラダーザラの装備になってます。攻撃力363、麻痺120、果たしてフルフルが麻痺るかどうか知りませんが、で、防御力プラス5になっています。まあ一応ね、雷耐性0なんですけど、このままでいこうかなと思ってます。で、今回フルフルなのでちょっと手は抜けないのでね、やっていきましょう。で、まあ前回ね、ものすごい狩りをしてしまったので、今回は反省してちゃんとね、回復薬10個持っていこうかなと思います。じゃあ一つ目のクエストいきましょうか。今回ちょっとね、2つやりたいので、できれば壁に耳あり天井に目ありということでフルフルですね。あ、氷塊かよ、氷塊ですか。じゃあホットドリンクを4つ持っていきましょう。じゃあ行きますか。相変わらずね、オトマエルの装備は揃えられていないので、うまく端材を集めたいと思いますが、ちょっと時間かかるね、端材集めがね。さて行きますか。こんな格好じゃ寒いよな。何を探してるの、ミツノちゃん。来た。キーキやっぱ横から見るとあんまり胸がないな。これあれなのかな、モンハンもさ、設定でなんかおっぱいの大きさも変えることができるようになるんだろうか、いつか。それは実に楽しみだ。よし、じゃあ行きますか。ほら、よっと。さあ、ですね、フルフルはどのシリーズでも BGM がねないので、こんな静かな中戦っていきますが、よし、もらった。サブタギが胴体破壊って書いてあったな、確かな。よし、サブタギを達成して、よいしょ。さっさとね、支給品がもらえるようにしておこう。いつ死んでもいいようにね。もう死ぬの前提でいきましょう。確か、麻痺無効だったよね。だから、こいつのね、攻撃で麻痺ることがなくなったんで、それは意外とありがたいスキルかもしれない。今回は。また壁に、やろ。痛え。くそ。一旦逃げる。こっからだったら攻撃当たるしね。はい。あ、やべ、ビリビリ。いやー、撃ってきた。くそ。もう一発来る。そうか、壁に張り付いてるとあんな攻撃してくるんだ。へえ、知らなかった。おい、こら。あ、上に行ったな。追いかけよう。おお、降りた。いけるかな。よし、オッケー。入った。ちょっと飛びすぎかなと思ったけど。そう、BGM がないから寂しいな。ここはやはり俺の華麗なトークで。っていうわけにもいかないんだよな。下手だからね。ほっ。おお、リックス君が吹っ飛んでった。ほっ、もう一発来る。本当はね、打ち上げタル爆弾をうまく使えばいいんだろうけど、そうもいかないんですよね。壁に張り付いた状態だと、打ち上げも何もないような気がするんだよな。当たるのかな？よいしょ。よいしょ。フルフルはやっぱりどのシリーズでもいるよな。あ、まあ、サードはいなかったけど。やっぱ人気あるんだね。何がいいんだかよくわかんないけど。ほい。よいしょ。硬い。耳栓の意味がなーい。うるせえ。耳栓の意味が全くもってないな。やっぱ
高級じゃないとダメかこいつは。っていうかね、ガラダーチョのもそうだったんだよな。うるさかったんだよな。ここで使ってしまうという。本当はこの状態の時にね、打ち上げを使った方がいいんだろうけど。おお、いいアングル、いいアングル。はい、ああ、やっぱこいつに麻痺は効かないんだっけ。え、でもシビリアワナでこいつ麻痺るよな。よいしょ。おお、伸びた伸びた。はい、ほい、あらよっと。麻痺値が溜めにくいのかな。ほい、もともとこいつはね、雷属性のモンスターだしな。はい、上がる。んー、やっぱ盛り上がりに欠けるな、こいつの戦いは。よいしょ、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 よいしょ。うるさい。うっせ、うっせ。お、いいぞ、奥。お、麻痺た、麻痺た。ナイス、麻痺。今のうちに胴体を。落ちてきた、威力が。それもそうだが、乗るか。おら、無理だった。もう、切れ味が落ちたな。フルフルって意外と硬いからね、気をつけないといけないですよね。うん、この武器かっこいいな。あら、くそ、吠えた。くそくそ、やっぱ麻痺属性がついてるから。あ、しまった、ペイントつけてないや、忘れてた。降りてこい、降りてこい、降りてこい。落とし物、クソ、落とさねえか。中落ちが欲しいだが、向こう行っちまった。さあ来い、さあ来い。あー、マジか、時間つきすぎた。今の当たるか。はい、ペイント、よいしょ。まあ、多分もう負けることはないと思うんだけど。あー、クンチュー邪魔。クンチューの盾でね、どうも切れ味が落とされそうな気がする。ほっ、よいしょ。くそ、乗れなかった。もう一回降りてくるか。お、あそこにいるな。こっから届くかな。カメラ、カメラ、カメラ。くそ。あ、くそ、マジか。降りんのかよ。カメラが上に行かなかったからな。ちょっと視線がうまく合わせられなかったけど。あー、来るな。おー、ナイス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 。ま、狙い通りですよ。よいしょ、しろ。んで、胴体、胴体。今回は顔面じゃなくて胴体を狙っていきたいので。おい。ほ、よいしょ。ほ、よいしょ。無理。おお、ナイス、顔面に当たった。うまいな。まあ、フロンティアじゃないから、剣のね、長さとかはあんまり関係ないからね。って言っても、フロンティアなんかやったことないんだけど。よいしょ。ほ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。もう、フロンティアはなんか別世界だからな。あくそ。これは一旦逃げるか。一旦逃げて回復しよう。あ、悟空リット。あれなんだっけ、今度フロンティア G じゃなくてフロンティア Z って読むのかな。出るよね。ん、出たのかな、もう。G の上が出るっていう。おぉうおぉ、ほっ。未だに待ってる人もいるんじゃないかろうか。俺もそのうちの一人なんだけど。ねえ、やはり、モンスターハンターポータブルサード G。もうサードが発売されてからもう早6年経とうとしてるのに、未だに待ってるという。絶対発売されると思ったんだけどね。まあ、ちょうど PS ビータへの時期だったから難しいんだろうな。今更 PSP でな、サード G 出すってのも。でも結構売れそうな気がするけどね。俺だったら買ってやるな。ほっ。上だ。で、
岩場も壊されちまったので、もう上に登って攻撃する手段がないんですが。届く？あ、届かねえ。暇だな。ちょ。おーっと、ふざけんな、あいつら、測りやがったな。絶対グルだろ、こいつら。絶対グルだよ、今の。狙ってたろ。ほい。よいしょ。くんちゅうが俺に攻撃を仕掛けて、痛い。くそ、遠近感がつかめてない。あごくりと。あ、まずい。くそ。待って。おいしょ。どこだ。フルフルの場合見上げながら攻撃しなきゃいけないからめんどくさいよな。痛い、くんちゅう。ありがとう。くそ、もすぐ上行くの。ちょっと下画面が言うこと聞かない。よいしょ。ダメだ、言い訳臭いからな。あんまり言いたくはないけど。いてちょ。そう、やっぱり PSP との違いはこのカメラ操作だよな。もうね、このトライ G からずっとやってるけどね、未だに慣れない。下画面のカメラ操作が難しいな。あ、逃げてった。そんなこんなんで言い訳をしてたら逃げてったぞ。いや、実際ね、難しいと思うんだよ。本当にもう。でも今のさ、ドンピシャでモンハンをやってる人たちっていうのはやっぱり DS が当たり前だと思ってるから、違和感ないんだろうな、下画面でこうカメラを操作するっていうのに。どうしてもね、PSP 世代からやってる人間から言わせるとやりにくくてしょうがないんだよね。どうやったらこれ上手くなるの？いろいろさ、下画面の設定で変えたりをしてみたんだけど、結局ね、下画面の配置とかって、あ、なんで突っ込んだ？配置って、初期のやつが一番いいんだよね。やりやすい。なんか。よいしょと。乗れないしな。胴体も破壊できないし。なぜ？あら、よっと。背中破壊じゃないから、あんまり乗ってダウンさせてもどうだろうね。よいしょ。で、この後だよな。この後になんか落とし物してる。あれはフルフルの落とし物なのか、それとも今ちょっとチラッと視界に入ったメラルの落とし物なのかわかんないけど。よいしょ。壊れねえな。よし、 OK、 これだ。フラグ回収。いやー、うっさい。あー、もう。ちょ。おお、伸びた。怒っちょるねー。まあまあ、そんな怒りなさんな。どうせ、狩られる運命よ。出た。この、ピタッと止まるフルフル。これはもうどのシリーズも共通だな。あ、まひってんのか。あ、まひった。マジか。まひると思ってなかったぞ。そろそろ言われな。ほらね。行かせねえよ。ほら。はい。あー、待て、こら。6番に帰ってく。いや、なんか落とし物あったし。あれ？落とし物消えたー。マジか。え、そんな早い落とし物消えるの？マジですか。くそ、どっか行っちまった。あ、てか3番だし。マジか。さ、いた。餌の時間かな？多分ポポを食べるのかな？いや、違うか。純粋に疲れてるだけ。はい。モンスターの攻撃でさ、ダメージがお互いに入るんだから、これ下手したらさ、大型モンスターがポポとかさ、ガウシカにやられるっていう可能性もあるんだよね。そのシーン見てみたいな。ガウシカがフルフルを倒す瞬間とか見たいわ。よいしょ。早く終わってくんないかな。次、レイヤーさんが待ち構えてるんでね。ほら。はい、オッケー。さすが、狩り慣れてるね。やっと久々に一応つもしないで勝てた。
やったやった。よし、オッケー。やってやりました。アルビノ X。フルフル装備はまだ作んなくていいかな。次、レイヤーさんなので、こいつ火属性に弱いからね。よし。よかったよかった。なんとか調子を取り戻してきました。と言ってももうこいつは借り慣れてるからね。フルフルは。すげえ強かった覚えがある。よし、オッケー。まあ、集会所も全部一人でやってたからな。ソロハンターですから。友達いないしね。よし、素材もなかなかに。オッケー。いいね、電気袋がこれだけ手に入るといいね。うわぁ、出血がひどい。かわいそうに首からブシャーっていってんな。いらない。全部射撃系だな。ガンナーじゃねっつ。14分6秒。ちょっと時間かかったか。桁掛け女王リオレイヤ。場所は原生林だね。行きましょう。リオレイヤの頭部破壊がサブだけ。お任せくださいませ。じゃあどうしようかな。一応千個玉持っていく？一個しかねえ。千個玉作れるかな。千個玉、千個玉、千個玉あった。くそ。そうか。調合書がまだ揃ってないから。ミスる時があるんだ。じゃあとりあえず、千個玉を一応持っていこうか。まあ、あんま使わないと思うけど。で、装備はそのままでいきましょう。下野生5あるんで、まあ、耐えないことはないっていう感じかな。桁掛け女王、リオレイヤ。もうおなじみだね。まあ、一回卵のね、納品があった時にちょこっとだけ出てきたんですけど、その時にはシカとぶっこいてね、逃げてきました。よし、じゃあ原生林なので多分巣にいるのかな。なんか加えてる。ミテノちゃんは毎回何を探してるんだい？ガブガブ。目が光ってる、怖え。リオレイヤーってこんな怖かったっけ？ズシン。やはり次回作から女性ハンターのおっぱいも、もうひたすらおっぱいしか言ってないけど。意外と目ちっちゃいんだね、レイヤーって。うっせ、うおー、来た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 。おお。ひぃ、そんな動きしたっけ。よし、女と女の戦いだ。陸の女王は私よと。ほっ。で、なるべく顔面を狙っていきましょう。と言いつついきなり尻尾を攻撃しましたが、これは致し方ない。乗り越え機です。ほっ！一足早いが、早速モンスターの背中に乗って旅に出よう。ストーリーズ。いけ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 ！いいえ。顔面。あのゲームのさ、モンスターたちみんな可愛いよな。なんかね。特に、まあもちろんリアルはリアルなんだけど、モンスターに乗りながらね、冒険するから、結構可愛らしく表現されてて、あれはあれでいいなと思うけど。よいしょ。なんかいつもね、こういう風に敵になってた奴らがね、いざ味方になるっていうとちょっと違和感があるけど、いた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 。まああれはあれでいいんじゃなかろうか。ほっ！ほら！はい、サマーソ。よいしょ！降りてこない。意外とね、この踏みつく攻撃はダメージ入んないからね。そんなに食らっても痛手ではないんですが。おお、どこに行く、どこに行く、どこに行く。こっち、向きな。うん、まあ、ノリを当てるのはいいんだけど。とりあえず顔面を中心に狙っていきます。何回も言ってる通りね。もう一回吠えるけど、間に合うんだな、これが。はい。ほい。ほ、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 この下に咲いてるというか、ねえ、いっぱいある花のやつは何なんだろうね。羊かな？何だろう？色的にはそんな感じがするけど。
でもツツジって、お、いいね、耳栓の効果いいね。おお、怖い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 。頭はもう破壊したので、あとは尻尾を、あー届かない。はいはい、かまそう。ここが実はチャンスだったりする。あ、くそ、2回か。はい、よいしょ。まひるかな。何気にこのあれだな、ガラナ装備は意外とレイヤー戦だと役に立つかもしれんな。さっきのフルフル戦はね、耳栓は役に立たないしっていう感じだったけど、まあでもまひったからな、結構役に立つっちゃ役に立つな。意外と使えるな。なんかまひ属性とか睡眠属性の武器ってそんなに強いイメージがなかったんで、そんなに使ったことなかったんだけど、いざねこうやって使ってみると結構使えるもんだね。役に立つね。あ、混ぜた、うん、あぶねえ。よいしょ。あ、まずまずまず、あぶない、あぶない、あぶない。はい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 。あーあー、サマソ入りました、サマソ入りました。おお、あぶない、あぶない、何するだ、肌が焼けるわ。もうそんな肌を焼く時期は終わったぞ。そして毒を治さない水菜ちゃん。毒結構食らってる、結構食らってる、結構食らってるが、ごくピッタ。早く毒を抜かないと。お、あそこの落とし物は緑色に光ってるから多分ね、あ、緑色じゃない、白に光ってるか。じゃあそう、あ、やっぱ薬草か。どこに行くんだろう。10番？ん？ 2 番か。あんなとこまで行くんだ。へえ。よし、来たぞ。10番なんてめったに通らないけど。よいしょっと。狙いたいのはここじゃないんだ。邪魔邪魔邪魔。お、いててて、巻き込まれる。おお、くそ、唯一の乗り場。ガオほい、翼、翼が弱い、翼が弱いぞ、この奥さんは。あ、くそ、そっち向いてんのか。もう一回くれ。そろそろ尻尾切れると思うんだけど、一回ひるんだからね。で、ガブガブ。で、ここだ。よし、巻きった。ここで切り落としたい。よいしょ。くそ、微妙な高さで狙いにくい。はい、オッケー、ナイスカット。で、あとは翼2つ、ここか。まずは右の翼、オッケー。で、次左だね。これ線香玉なしいけんな。てか線香玉の存在忘れてた。支給品で入ってる？あ、入ってない。じゃあなくても勝てるってことかな。所詮そんなレベルなんだな。右の翼狙いにくいな。左か。ほっ、とう、よいしょ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 。くそ、しょうがねえな。突っ込んでくれ。そっち行く。お、あ、しかし聞かんな、聞こえんな。あー、つ、登れなかった。お、いいぞいいぞ、ナイス。レイヤーさんも大丈夫そうかな。うん、ちょっと、とりあえずは V 破壊も狙いたいんだけど。よいしょ。お、壊れて。燃える。燃える。今のは燃えるよね。そうだよね、真正面に立ってたらそりゃ死ぬわ。あっちっちあっちっち。はい、応急薬作っと。いてててて、しつこいな。
おお、飛んだ。やべ、突っ込んでくれ。今のはちょっと読めなかった。マジか、あんな攻撃あったっけ。飛んできてからの突撃か。もう一杯。よいしょ。いたー。さ、今青汁の CM ってやってんのかな。まずい、もう一杯。あれまずいだっけ、うまいだっけ、もう覚えてないけど。まずい、もう一杯っておかしいか。いやでもなんかそんな感じだったの気がするんだけど、なんかのネタだっけ。ちょっと、うちの猫に何すんのよ。おいこら、おいこら。くそ、威力落ちた。移動かな。いや、ここはおとなしく見逃そう。剥ぎ取り、トゲで、5番か。5番だと広いから戦いやすいかな。で、多分5番で弱らせたら8番に逃げるな。多分5番でね、瀕死というか足引きずると思うんで。あ、薬草があるな。薬草で回復しようか。ドラクエかよ。あ、やばい、撃ってくれ。ありがとう。守ってくれると信じていたよ。よし、オッケー。これでもう V 破壊するところはないので、ガン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 攻撃を重ねるだけです。ダイ。くそ。おお、飛んだね。よっ。じゃあ私も飛んでみせましょう。ほっ。どうよ。もうこのザクザクもさ、タチでザクザクすりゃいいんじゃないの。麻痺もさ、追跡されるしさ。よいしょ、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 あらよっと。ほっ、もう破壊すると。よいしょ。すいません、なんかパソコンの画面に余計なものが出てしまったんで一旦止めてました。ほい、よいしょ、よいしょ。聞こえんな、聞こえないわ、そんな声。あなたの叫びなんて聞こえないわ。ほい、はい、はい、あがーあがー。くそ、お、飛んだ。よいしょ。もう一発か。サマソ2発。こっち、あ、来ない。おお、サマソ。ほら、くそ、届かなかったか。そろそろ呼ばれかな。よいしょ、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 そろそろ弱ってもいいんじゃないか、女王さんよ。で、そろそろ弱るから、まだまだまだ、行く前に、これで多分、予想ですが、8番に行くんじゃないかなと思います。8番、8番、と、って言って外れたら恥ずかしいけど、ビンゴー。で、あとは登るだけ。いやー、実にスムーズな狩りができてるんじゃないか？って言ってもまあ、レイヤーだからな。そんなに難しくはないか。やっぱなー、あれでは PSP 世代というか、昔からいるモンスターの方がやっぱ狩りやすいよな。まあ、慣れの差なんだろうけど。はい。はい。もう邪魔。卵はもらってくぜ。いけていけていけ。痛い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 。もうだいぶ弱ってるな。もう一回乗れるかな。痛い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 。もうこれめんどくさいな。あー、ピヨッタ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 。ちょ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 、最後の悪あがきをしないでいただきたい。はい、回復どうも。よいしょ。痛い痛い痛い。ほら、落ちろ。あ、食われた。もうめんどくせえな、こんな時に。ほら、捕まえるならこの僕を捕まえろ。え、全然減らない。めんどくせえな。よいしょ。レイヤーの捕獲って、そんなにか。捕食っていうか、
もう、うざい。これがうざいよな、レグスもそうだけど。はい、聞かない、聞こえないよ。聞こえないわ、そんな声。はい。これで終わるかな。くそ、マジか。長いな。オッケー。終わり。ズシーン。お疲れ様でした。陸の女王も所詮こんなもんよ。いいね。まさに女の戦いだったな。よし、これであとは緊急クエストのゴアマガロを残すだけになったんで、またレイヤーの装備とフルフルどうしようかな。まあ一応集めとこうか。揃えて挑みたいと思います。どうなんだろう、流体制があるのはどっちだ、わかんないけど、まあ一応ね、流体制の値を増やしといてから挑みたいと思いますけど、ゴアマガラは。あ、落とし物だ。でもあの色じゃ多分薬草だよな。緑色だしね。あ、生命の粉塵だった、ラッキー。って言ってもな、ソロプレイじゃ粉塵は使わねえからな。オッケートゥ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 。あんまり素材はないな。オッケー。13分19秒。フルフルより時間かかってないね。まあ所詮レイヤーだしな。女王謁見。あ、そうだ。これ、お供装備がどうのこうのって言ってなかったっけ？あれ？あ、こっちか。料理長か。おう、旦那。聞いてくれにゃるよ。リオレイヤーを買ったおかげさまで、ドリュー族の、安全が確保されたにある。あれか。特注の肉焼き機か。そして、私と旦那のために特注肉焼き機を作って、たった今、届けてくれたにゃるよ。旦那、私は泣けてきたにゃる。人って、いいものにゃるね。猫だけど。さて旦那、これからはこのキッチンで生肉を焼くことができるにゃる。本当だよ、俺こんがり肉0個だぞ今、ボックスの中。はい、知ってる知ってる。はい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 。じゃあ肉を焼いて今回は終わりにしよう。肉、はい、行くぜ。どうよ、衰えてないぜ。こんがり肉10個。また来るがいいにゃるよ。あれ、もっとうまいタイミングでやるとあれだっけ、ウルトラ上手だっけ。多分それは違うよな。まあいいや、とりあえず肉も上手に焼けたんで今回は終わりにしましょうか。おお、どうしたどうした、何やってんだ。まあ次回はゴアマガラ戦になるので、それなりの準備をしておかないとまずいね。負けてるからね、ゴアマガラね。うん、頑張っていきたいと思います。Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。では次回、緊急クエストガーマガラ戦でお会いしましょう。バイバイ。